なんかあった？私の愛なき無糖畑街歩き見学マップ、うん、QR コード読んだら説明が見れるらしくて、とりあえずね、今ここのカタシモワイラニの直売所やから、うん、ここから順番に回っていきます。はい、面白そう。最後ね、ワイン買って帰ります。はい、そこに行ってそれを読み取ると説明が見れる。そうそう、あ、YouTube が流れる。あ、そうなんだ、うん、それは今ここ、今ここやった。カタシモ村ブドウの歴史パネルというのがこの先あるみたいで、ここまでちょっと歩いていきましょう。これは書いてたと思う。ワイン、あ、鳥よけか、うん、ここは大阪橿原市にありますカタシモワイナリーのお店のね、街歩きマップやってるんですけど、橿原ではブドウとね、ワインが有名です。あ、これかな、はい、着きました。これがね、カタシモ村ブドウの歴史パネル。大阪のブドウ畑、あ、これか、どーんと広がっておきます。これがブドウの並木道。あ、けどちょっと涼しいね。うん、緑がいっぱいあるから、なんか夜ライトついてる。ほんまやな、ハマりすで多分クラーってまたスポーンっていくで。これこの辺けどブドウの並木道、セリタ畑、特に何か書いてるわけではないか。あ、すごいね。上に出るわ。お前、ブドウなってるよ。はい、このブドウ棚を抜けて、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ上がっていきます。ほんまやね。このまま丘を登っていくと、あ、こっちのブドウすごい青いよ。もうブドウっぽいブドウやね。めっちゃ美味しそうやな。なんかね、絵で描いたみたいじゃない？うん。え、なんもおらんよ。で、何が？何おったん？え？どっか行ったよ。はい、ヤモリや。黒で早いかんと。で、ここでも十分景色は綺麗だよね。おお、まあまあ高いで。八尾の老舗のフレンチレストランボンシックさんが育てているブドウ畑があります。ボンシック畑があります。どこにあるや、ボンシック畑なんか。あ、これ、あ、これ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 、丘の上にあるこの畑、お隣の八尾市にあります老舗フレンチです。で、この上に先にね、奥様行っちゃってるんですけど、展望台があって、これかな。こんにちは。涼しいね、ここ。街が一望できる場所やね。はるか、もうまだ伸びるやん。この、え、もう行けへんやつか。多分次デジタルズームで。ほらほら、この横の。うん。ここに。うん、こっちやね、次。
階段急やで、落ちなや。大丈夫。なんかおんの？え？何がおんの？何がおんの？こっち来そうなやつ？え？あ、なんかおるんじゃないの？なんかおるんじゃないんやった、頑張りさん。ぶどう寺いうのがあるらしい。高さ約4メートルの天井にある 9×9 マスの60センチ四方の格子状の天井を板80枚にぶどうの新芽や黄緑色のマスカット、紫色のぶどうなどが描かれています。また安如寺本尊の仏壇にはぶどうの装飾が施されていますとのことです。どこですか。あ、なんか好きそうな建物出てきたで。うん、いい旅夢気分だ。これかな。ほんまやな。いっぱい引っ掛けて帰ったらここまで帰らない。あ、ありがとうございます。安寧寺今日なんかやってはるみたいなんで外から見させてもらいましょう。あ、ぶどうやね、うん、へえ。人間には答えの出ない悲しみあり。深いね。うん、多分あれが色やと思うんだけどな。写真的に言うたら、その右手に見えてるんが、あ、間違えてないわ。これが色らしくて。生駒山地の岩盤を通って浄化された湧き水です。地元では美味しい天然水として古くから親しまれてきました。弘法大師がこの井戸を掘って干ばつに苦しむ人たちを救った言い伝えがありますとのことです。水出るみたい。生水は飲まないようにやって。ポンプが動くのよ。冷たい。これあ、冷たい、冷たい。そう、触りたい。あ、ほんまや。あ、気持ちいい。気持ちいいね。うん、飲んだらあかんって感じ。お腹ビビなんだ。太平寺地区の案内看板が設置されてる場所があって、そこにトイレがあるんで、ちょっとおトイレをお借りしたいでございます。岩神社。クスノキがあるらしい。樹齢800年のクスノキあって、天然記念物。周囲約6メートル、高さ約16メートル以上の樹齢800年と推定。撮影に使えそうな階段。ほんまやね。エアフリで。展望台公園、この上が展望台になってるんだね、きっと。
ここにお寺があったのな、前から。涼しいな。あ、さっき登ってた展望台の方がだいぶ高いな。あそこやもん。うん、うん、古民家ゾーン。もっとあるんよ、ほんまは。映えスポットやね、ここ。おそらく、あった。ここやわ。最大の映えスポット。ここが片下ワイナリー本社やね。残念ながら準備中やったね。そうそうそう、ここがブドウの小道やったけど、今度は虫出なさそう。虫いるか。ヤモリ。うん、そうやね。ここに歩いたら。うん。あ、水も売ってたの。これ借りたからワイン買って帰ります。冷やし飴グラッパハイボールってなんなん、めっちゃうまそうやね。こんにちは。この間あの口なので空に出ないの。あ、はい。割れたかんか。これが白ワインとスパークリングの、ここで採れたブドウで、うん、両方ともね、さっき歩いてきたところで採れたブドウです、うん。やったっけ、なんかあのパスタ頼んだらパン食べ放題でもさ、なんかそんなやつ、この中から選んで、うん、でこのセットにしたらパン食べ放題。そうそう、でドリンクも付いて、イカと明太子のカルボナーラかな。絶対それセットになる。まだパン、これなんやろ、なんやろ。なんかクリーム入ってる、クリームパンちゃう、夕張メロンパンかなとか。あ、おいしい、おいしい、うん、絶対じゃない、クリームパンやろ。ベーコンとトマトのキノコクリームパスタ、パンに海鮮。明太子が美味しい。この明太子とこのドーナツバカうまいよ、うん、あと明太子のカルボナーラでございます。テンション上がる。これ買って帰ろうか。これ買って帰ろうか。全部入ってる。うん。カツソース。え？カツソースじゃなくて、チカラソースだよ。え、チカラソース？チカラ。あ、ほんまや。どれ買おう。これ買おうかな。な、でもなくならへんか。これの。あ、ほらほら。これだ。これけど欲しいよな。これとこれだけにしとく？うん、そうか。そうやね。ラスイッチじゃない。ラスイッチじゃない。なるほど。これの方がちょっと粒がでかい。うん、こっちちょっとちっちゃい。これしようか。こっちの方が綺麗。だってこれとこれが全然違うよ。ああ、
これにします、うん、行ってみます。ワイン並みの1800円にします。どうしようか。2000円のシャインマスカット。うわすげえ。やっぱりあそこ安かったよ。